前、名前は？カナタです。オラ、ビシャスだ。じゃあな、カナタ。面白いもん見せてくれてありがとうよ。あの、行く場所がないんです、俺。トガ人だし。だから？一緒に行ってもいいですか？好きにしろよ。それがお前の意志ならな。ミゼラは、無事に村に着けたかな。私のために犠牲になんてさせたくない。逃げるなら二人一緒じゃなきゃ。カナタ、何あの禍々しい力は。お前は何がしたいんだ？その意思を俺に示してみろ。ビシャスの武器かっこいいですよね。遠くからバヒュンバヒュンって感じが。だろ？しかも狙いは百発百中。二つ山を越えた先にいるカナタのケツにだって正確にぶち込めるぜ。例えが物騒なんですけど。でも本当にすごいです。その力でビシャスはずっと一人で生きてきたんだ。別にすごかねえよ。そうするしかなかっただけだ。銃の腕だって何万発と撃ってりゃ誰だって上がるだろう。俺にはその環境があった。いや、その環境しかなかった。この力に誇りなんてかけらもねえのさ。よくわかんないな。強くてかっこいいんだからそれでいいんじゃないですか。へえ、俺にはねえ発想だな。俺もビシャスみたいにかっこよく戦いたいな。シュッシュパッって感じで。俺みたいに。じゃ手伝ってやるよ。え？手伝う？強くてかっこよくなるためには特訓あるのみだ。俺の銃弾から逃げ切ってみろや。ちょっと待ってくださいよ。待ちません。うわあ、本当に撃った。どんどん行くぜ。どんどん来ないで。シャレになってないですから。これじゃ命がいくつあっても足りないですよ。一応仲間なんですから、もっと穏便にお願いします。仲間とかそういうのよくわかんねえんだからしょうがなくね。ずっと一人だったからよ今までは。